お疲れ様です。今日は明治安田生命 J2 リーグ第16節ジュビロ磐田対藤枝マヤ FC の試合があるということで、こちら藤枝総合運動公園サッカー場の方にお邪魔しております。危うくね、総合運動公園なんか陸上競技場とかね行っちゃいそうになるんですけども、ここはね陸上トラックがなくサッカー専用スタジアムなんですね。めちゃめちゃ楽しみ。もうね応援めちゃめちゃ聞こえてるんですけど、今ねもう6時20分ぐらいということになっております。藤枝さんもね直近で勝てておりませんが、得点力だけで見るとねめちゃめちゃすごいんですよ。なんならですね今静岡勢清水エスパルス、ジュビロ磐田、藤枝マイ FC みたいな形でね、得点のランキングというかチーム総得点数がね上位3チーム静岡ということでね、もう訳のわからない爆発力をね今年の J2 の、静岡勢は見せているというところであります。藤枝ね貯金勝てておりませんが、その爆発力、得点力、今日何としても封じていきたいなという形ですね。まあ、なんとか守ってもらいましょう。我らが三浦龍輝選手に、なんとね三浦龍輝選手今日誕生日ということでね、もう完封勝利プレゼントしてもらいましょう。龍輝の頑張りで、龍輝の誕生日なのに僕らが完封勝利をプレゼントしてもらうと、そういう日でございます。さあ来ましたよ、もう見えてきました。今日見えますね、めちゃめちゃいい。さあというわけでね、これから熱い静岡県勢同士のバチバチの戦いが始まります。今日ねチケット完売ということで、さすがですね、めちゃめちゃ盛り上がっております。平日なのに、さあスタジアム楽しんでいきたいと思います。そして何より勝利を掴んで帰りたいと思います。行きましょう、準備も絶対勝つぞ。さあ周りの雰囲気こんな感じですね。やっぱ出店も出てて縁日感がある。そう、ね、自然の多い中でこういうね出店が多いと非常に単純に楽しいっていうね、そんな雰囲気になっております。下ぐらいは結構並んでる。あれ遠藤選手がいる。はい、じゃあまし。今日どうですか。そうですね、まあ、ちょっと今日は自分自身はベンチ外ということで、はい、そうですね、はい、全力で選手を後押していくあれやっぱベンチ外でもユニフォームちゃんと着てらっしゃるんですね。そうですね、もうこれはもう、はい、常に、はい、これでいようかな。戦う気持ちが常にできてって感じなんですね。そうですね、はい、いやもう今日も勝って連勝していきたいなと思います。そうですね、はい、絶対勝つにしましょう。はい、じゃあまあちょっとシャワー見てこよう早い早い早いさあそれではね、今からゴール裏の方に向かっていきたいと思います。ゴール裏はね、坂の上なんですよね。階段をね、一歩一歩勝利への一大事をね踏みしめていくという感じですね。この上にね、スタグルがあるみたいですね。でね、横で大幅な遠回りもできるというね、ストイックコースも完備されているということです。でこの辺からねスタジアムなんか見えるんですけど、有料試合のため立ち見合いをねお選びくださいという形になってます。サザンカもあります。あ、もう練習始まってる。ちゃんとも始まってるということで、さあやっと上登ってきた。さあ上に生ビールの文字、疲れた体に生ビール、冷えたビールで乾杯って書いてある。しかし俺は今日運転だ、だから飲めなんていうことだ。上の方には生ビール、かき氷、うなポテト。なんでうなポテトって気になるな。タワーフードって書いてある。トルコアイスうまそう。このね坂を登らせることによってね、冷たいものをとてつもなく美味しく見せるという高等テクニックを使ってきてますね。さあ上の方にねジュビロショップがあるということで買ってきました。ジュビーちゃんの人形、これねちょっと前かな、最近新しくなったんですよ。欲しくて欲しくてしょうがなかったんですよね。ああ買っちゃいました。今日はこのジュビーちゃんと一緒に応援していきたいと思います。うなポテトも気になる。うなポテト買おうか。いやもうそろそろ試合も始まりそうっていう感じでね、そろそろ戻りたいんですけど、うなポテトが気になる。ちょっとうなポテト見てみよう。うなポテトということでね、浜名湖さんのうなぎのフレーバーパウダーが、ね、入ったポテトということで、すっごい持ちづらいんですよ。ほら見てください、この柔らかさ。柔らかすぎてポテトが普通サイズになりました。マックでよく見るやつ。お久しぶりです。うん、
ホク揚げたてをね出してくれたということで、めちゃめちゃ美味しいです。チーズもね最高ですね。うなぎのねパウダーが入ってることなんで、これでねこの後の激しい応援もバッチリだと思いますんで、これで気合い入れていきたいと思います。というわけでジュビロ磐田対藤枝マユ FC の試合1対0のジュビロ磐田勝利ということになりました。ありがとうございます。完全にギリでした。第1ゲームの渡辺亮選手が2枚のイエローで退場になったっていうことからジュビロのゲーム展開に変わってたんですけども、前半の25分ぐらいから退場の間までめっちゃやられたっていう、あわやゴールっていう線結構作られたんでめちゃめちゃ危なかったんですけど、これも勝負ということで1点リカルド・グラスタ選手が取ってくれたというところでね、なんとか勝ってたんですけども、あの PK いかんぞ、ラストは。もうみんなでラストって、ラストがボール持つ前からラストマイケルお前が点取れっていう空気をみんなで作って、まあ作らなくてもラスト蹴ってたと思うんですけど、でラストのゴールを全員が期待してたんですけど、施設ゴール決めてもらえればいいかなというふうに思います。本当に期待してるんで、お願いしますよラスト。やっと帰ってきてくれたんですからね、こんなもんじゃねえってところ見せてもらいたい。ありました。まあ、藤枝に関してはね、本当に縦に速いというか、カウンターもバシバシ決まるような、
でパスも繋いでくるのもうまいっていう印象すごいありましたね。いやすげえいいチームだったと思います。次戦うときはねどうなるか分かんないぞってぐらいだと思うんで、なんとかね僕らも上を行けるようにもっともっとね、まあ、連動上げていって戦ってもらいたいなというふうに思っております。とりあえず3連勝しました。この調子で順位をどんどん上げていくようにしましょう。戦っていきましょう。というわけで今日暑い中みんな熱く応援したんで、ゆっくり気をつけて帰りたいと思います。お疲れ様でした。